本校道教の歴史においては、中国三大宗教の一つである道教に関する、中国における歴史を概観する。何をもって道教の成立とみなすかについては、諸説ある。道教による伝説的な説としては、道教は老子によって作られたとする説や、宇宙の創生者である原始天孫によって作られて、老子に継承されたとする説、皇帝が快祖で、 老子がその協議を述べたとする説などがある。一般的な学説としては以下のものがある。諸子百科の同化に起源を求める説。二世紀後半の太平道、五都米道を道教の始まりとする説。五世紀半ばを道教の始まりとする説。諸子百科の同化は学術的な流派の一つであり、宇宙の起源や万物の生成。 社会の攻防や人の善悪などを議論し、独自の学説を立てていた。館内に入ると、功労思想が盛んになり、全館の建国の際には彼らの清室眠いの思想を用いて指導がなされた。五感になると、功労思想は徐々に神秘化され、徐々に宗教的な面が現れるようになった。 洋上説などにおいて同教が同化の思想の影響を受けていることは確かであるが、従来の日本の学会では、両者は区別されて考えられるのが一般的であった。ただし、欧米圏では中国における同化思想、同教、民間信仰などは同一視される傾向が強く、同教の源泉は同化思想に求めることが多い。近年は同化、 道教の区別はさほど強調されないことが多い。教団としての道教は、五感末期から疑心時代にかけての聴覚の太平道と長領の五徒米道に始まるとされる。太平道協力軍の聴覚は、自ら体権漁師と称し、功労働を報じて弟子を集め、太平道と呼ばれる教団を組織した。その活動は、首すぎや、不遂手説といったものである。 この教団は五冠末期の不安定な時代に多くの信者を集め大方と大方からなる法という組織を単位として型ごとに統率の資料を置いた太平道にはやがて数十万人の農民が集結し軍隊のような組織となった彼らは184年に放棄し公金の乱を起こしたが間もなく鎮圧され教団は壊滅した太平道という名前は 太平清領上書という経典と関係すると言われる。五漢書、上海伝によれば、五漢の中頃、宇吉という同志が、極洋潜水で太平清領上書を監督し、弟子が順帝に献上した。役人は、この書はデタラメであるとして収蔵していたが、後に、これを入手した聴覚が、太平道を立ち上げた。現在、銅像には、 太平洋という経典が収められているが、これと太平洋資料書の関係は不明である。太平洋は少なくとも、張り、陳の頃の復元編集を経ているらしいが、その内容が初期同教思想を止めていることも確かである。太平洋においては、遅刻の道が強調され、新人が世に降臨することに託し、最高統治者が乱世を収めることを援助しようとするものである。 具体的な政治改革も記されており、統治者は人義道徳をもとに人々を指導することや貧しい人々を救済せねばならないことなどが説かれている。また、太平の木が到来することによって天下が太平になるという信念が説かれており、儒教倫理や道家の学説を取り込みながら、宇宙の起源や万物の生成、社会の攻防、人生の善悪などが、 の概念から説明されているほか、原子道教の不実法術についても記載されている太平行においては仙人は運命によって定められたものにしか到達できないとされ真の不老調整を得ることに対する関心はやや薄いとされる後都米道太平道よりやや遅れて食で長領によって後都米道が組織された後都米道も道徳的反省を行い 鬼神のたたりを避けて、病を癒す、鹿を解くなど、太平道と似通った性質の宗教集団であった。ただ、ゴトベイでは、教説がより具体的になっており、老子五千分の学習が求められたほか、罪を反省する場としての、性質の整備、罪に服する章、山の神、知人、水人に奉納すること、春夏の摂生の禁止などが行われた。道の組織は、 おを単位とし、最高指導者である、天使のもと、それぞれの地は、地官が統率した。これらは、当時の管理制度を模範に作られており、厳密な組織体系になっている。新たに入信した信者は、起卒と呼ばれ、中堅幹部になると、採取として、信徒を統率した。採主は、義者を設けて米や肉を通行人に、供与するなどの活動を行った。 ごと米道は強固な教団組織のもと、政治とうまく折り合いをつけて徐々に発展し、三代目の長老の頃には、諸から中原にまで広まっていた。義の曹操は諸区を滅ぼした後、長老ら一族を交遇し、信者数万個は、甲賀や伊水流域に移住させ、この地でごと米道は大きく広がった。老子創始家中はごと米道の採取による老子の解釈書とされ、ここには、 信徒が熱心に道を治め、各自がその地位に安住することによって国が治まり平和が訪れると説く。また、熱心に修練すれば誰でも仙人になることができると強調している。かつこう、放牧師以上のような組織化された教団のほかに新鮮になることを求めて個人や少人数で同日の修行をする動きもよく見られる。こうした 修行の理論や方法は秘密の区伝で伝えられてきたが、勝光の放牧師によって文章の形で示された。進むの勝光は、太陽軍公用県の出身で、シェフや新宣伝など多数の著作を残した人物である。彼は若い頃から新戦道に関心を持ち、定員に指示して多くの苦血と戦勝を伝授された。放牧師は317年頃に成立し、 内編20巻、外編50巻からなる。このうち内編には、新鮮道の詳細が描かれており、金丹を中心とする新鮮になるための方法や、日常倫理などが整理されている。勝光は、新鮮は実在であることを力説した上で、普通の人々も、鮮道の法術を実践することによって仙人になることができるとした。その方法が、簡単と、金益で、 これらを服用することで、不老調整を得ることができると考えられた。他、道教の重要概念である、剣と道について議論し、道教新鮮信仰の哲学理論の基礎を作り上げようと試みた。また、法牧師カラン編には、道教文献の署名が列記されており、最古の道書目録として重要である。 神清津の成立闘神の363年から371年にかけて似て神おろしの儀式が行われた。ここでは霊媒のようただしのもとに、銀花あり、三んかやくんといった神仙が降臨し、経典とお告げの言葉を授け、これをようただし、ゆるし静か、ゆるしらが書者した。これは後に南朝張の投稿形によって整理され、魔皇七辺が成立した。 魔皇など巨子一族の活動によって作られた経典のほか、皇帝行といった古いものを含みつつ、陸朝末に至るまで蓄積された経典群が神木四つ根である。この神木四つ根を根本とする道教の一派が上神派である。霊法行の成立、霊法行は成立年代をことにするものからなっており、より複雑である。 江南地域には五宝の神々に働きかける力を持つとされる霊宝五符というお札を備えることによって災いを避けて不老長寿を得るという信仰があり、要ただしも霊宝五符を授かったという記録がある。他、四世紀末から五世紀にかけて、活公の子孫によって土人業をはじめとする経典の作成が試みられ、後に神経が作られた。霊宝業は、 観約仏典との関係が深く、輪廻天章や因果応報思想と一切主張の救済という大乗思想が説かれるほか、儀式、戒律や経典の文体、語彙など様々な面で仏典と類似している。八王の乱など戦乱を避けた信者の一部は、江南に移り、天使道は南北に分かれた。北朝北朝では、天使道の信徒から、阿田賢治が出て、 天使道の教団制度の立て直しに尽力した。採取が勝手に教職者を任命する制度や世襲制を廃止し、教職者には貧困法制を求めた。また、宗教制度における費用の回収方法を改め、教職者による搾取を防ごうとした。さらに、父母や教師、そして君主に逆らってはならないことを説くなど、同教の教えに、儒教的な倫理規範を取り入れ、 統治階級の好みに合致した道教を作り上げた。安田賢治は、大武帝に徴用された蔡広氏と親しく、彼を通して皇帝に道教の信奉者にさせ、国家的に天使道を崇拝するように宣布させることに成功した。北州の頃には武帝が主導して、初期の道教の教理書である無常秘書が完成した。南朝南朝では、天使道、新鮮思想、 神清ね霊法行といった様々な道教の流れを統一し、中国固有の文化としての道教を守り、仏教に対抗しようとする動きが現れた。その一人が陸修正で、彼は南朝宋の歴代皇帝から尊敬を集め、明帝に壊れて、健康に建てられた高虎館に入った。彼は上、清純、霊法行、三考文を入手し、真に乱れていた。 同教教典を整理、構成し、戒立や府を鑑定し、これらの文献群を参道に整理した。こうした陸修正の作業の成果は、三道継承目録として、現代に伝わり、南朝総末期に、この参道に4タスクが加わり、同教教理の基本が出来上がった。この教典体系成立が、同教を儒教、仏教と並ぶ三教の一つに並ばせる端緒となった。 加えて、彼は、天使道以来の教団の規律を正し、組織を立て直す方法を説いた、陸先生道門家略を表した。また、道教の戒律と時劇を整備し、完成型を示した。ここで築かれた、道教教団の形式は、隋唐時代に引き継がれ、大きな影響力を持った。陸修正の孫弟子の投稿系は、上新派の教典である、信仰を整理したほか、 天文、歴法、数学、地理、医学、薬学、連単といった各方面の著作を残した。他、上神派の内収容制の法実を説いた、当主任分けや、疑心に流伝した、東教教典を総括し人体や、精神の収容論について説いた、妖精延命録といった著作を残している。 東高系は、新鮮の世界を整然とした秩序のもとに体系づけた、天にも功績があり、心霊異行図を書いて七層からなる、鬼神の世界を示すとともに、原始天尊を、道教の最高神として位置づけた。東高系によって上神派の学問が集大成され、後に、応援寺、半士生、芝上帝、李含む光といった同志を輩出した。道館の京成南北朝時代に、 同館の制度が徐々に始まり、同教の制度に変化が生じた。かつて信者たちは、自席や残悔のためには、正室や安室という場所で行われ、同士たちの修行は、山の洞窟や土の近くの住居で行われた。同教の普及とともに、皇帝が、とに、同士のための住居と修行の場所を作るようになり、これを、同館、同館という。最初の道館とされるのは、 南朝宗の名手が陸修正のために建造した高市巨漢であり、他にも貴族や豪族の庇護によって造営されることも多かった。同館に入るものは税の免除といった特権があったため、同館は急速に発達した。同館の交流は同居が民間に隠された状態であったところから社会に公開され、体制化されたことを表している。これによって、 同館に居住する同士の生活の仕方や宗教活動のあり方を定める基盤が必要になり、小一義業や三同報道家会へはじめといった経典が制作された。これらによれば入館後の同士は同館に居住して修行することが求められており、その居住にあたっては出家が条件とされた。徐々に同感は同士の居住の場だけではなく、上昇、等し、 公共といった重要な儀式も行われるようになった。周南山の道館を中心としながら広く伝播し、あだ、賢治の進展指導を継承して起こったのが、老館道と呼ばれる一派である。彼らは南方と北方の各教派の経典協議を融合し、老漢本気、老館伝など老子と陰気を深刻化することに特徴がある。特に北周の武帝の頃に盛んであり、 武帝は、老官道の同志の大ノベラを尊崇し、三道玉の王を編纂させた。三教交渉孔子が老師に仏陀を手渡す、画難牧長になると、道教、儒教、仏教の三教の優劣が争われることがあった。北朝では、北州の武帝のもとで、公開討論が実施され、道教は儒教及び仏教と三つどもへの構想時代へと入り、それは、 権力者の目前で論争するという、破れれば存亡に関わる厳しい状況で行われた。そのため十分な理論の形成が必要となった。南朝で形成された三道四タスクをさらに深め三道をそれぞれ十二部に分けて充実させた三十六部尊業を作り上げた。また、仏教に対する優位性を示すため、老子が西域にわたり、 釈迦になったという説を精神の大受きが述べた、老子化、古行や仏教の三階十八点を上回る三階十六点説を作り出すなど、教理の拡充と強化を進めた。隋代、最初の年号の家用は道教の功から採用されたが、基本的には仏教に重きが置かれた。なお、隋書形跡史の道行では以下のように道教を解説している。 まず、不滅の神である、原子天尊がおり、その下で、天地は、うという410億1万年ごとに生成と、消滅を繰り返す。世界が生成された際、原子天尊は、秘密を新鮮らを介して人間に授ける。道教を学びたい者は入門すると、まず、五千分録の勉強から始め、進捗に応じてを、ホラマら誠、神清が、 祭壇を設け、静粛を祭る、大がかりな儀式の下で与えられる。東大に入ると道教が重視されるようになり、中国の歴史上最も道教文化が栄えた時代となった。李炎は、義者が天下を得ることを老君が予言したという道士の言葉を利用して、東王朝を創立し、老子を王室の祖先であるとした。このことから、東大には、側転。 武功の時代を除いて老子と同教が崇拝され、道先不都合の政策が取られた。よって東大には、同子は大きな役割を担い、国家の経営がの儀式、皇帝の祖先の供養、皇帝や皇后の誕生日の祝い、雨乞いや、晴天祈願などを行った。また皇帝やその一族の健康や、長寿の祈願と、そのための不老調整の方法を教授することも、 重要な役目であった。皇帝の側も、道教を保護、信奉し、旧館の建設や、道志の供養などを行った。東大には、従言と無意を重視し、老子尊重を推し進めた、秋の理営や、巨神の公用を解き道教修行の方法を記した、座暴論の著者である、柴上帝、従来の老子学を体制したほか、歴代須藤記や、道教霊元記など、 多数の著作を残した、と光庭など、多数の著名な同志を輩出した。制度、教典の整理灯台には、全国各地に動館が建てられて同士が配置され、国家と皇帝の安寧を祈願する金祭などの、同教儀礼がしばしば取り行われた。もともと同館の数は、仏教寺院より、はるかに少なかったが、理園は、都市と、 全国各地に仏教寺院と同館を同数設置するように調整した。当代の同教獣視は家去にも反映され、高宗の時に老子道徳教が項目に加えられ、元宗の時には創始、列誌、文子も加わった。元宗は芝上帝から法王を受け同志皇帝となり、高志玄学を設置し、その試験の合格者は皇居の旧代社と同格とされた。 さらに、玄宗は自ら、老子の注釈書を作り、全国に、家ごとに一冊ずつ、老子を備えさせ、老子像を各地の道館に反布して祀らせた。また、玄宗の頃には、道教の一切領、三道経図名や、恩義の書、一切道業恩義なども編集されたほか、道教教団の異界制度や、鍵解率の整備も進み、 儀礼関係の書として、要治む限戒律書や、伝授参道警戒法略説などが表された。仏教との関係等代にも、皇帝の面前で三教が論争を行うことがあった。この頃、仏教は、西域から逐次伝わる、様々な経典の間に整合性を持たせる、必要から系統的な解釈を重ね、競争晩釈という中国独自の価値序列を編み出し、 自弁性を高めていたが、この仏教の動きに対抗し、道教側も仏教的な要素を吸収しながら理論の進化を推し進めた。例えば、東大を代表する道教経典、大乗一乗開空地蔵教や大元神一本際行、大乗妙林行などは、同性を誰しもが持つと説いているが、これは仏教の涅槃行の仏性の概念に影響を受けている。 他、芝上帝の座望論は、仏教の天台主観の方法を取り入れつながらも、創始の思想を基調としており、道教の修養論として後世大きな影響を与えた。金丹の流行活行以来、金丹が徐々に研究され、随代の宋元脇が、収益賛同、経の理論を取り上げると、東大に入って皇帝の指示を得て広く流行した。その最盛期は、 元宗の頃であり、元宗は同志の孫太中に神単を練り出させたり、暮れに金単の生成法や生戦不死の方法を尋ねたりした。当の末期には皇帝は多くの同志を宮廷に呼び寄せたが、結果は中毒によって僕かし、武装、戦争が命を落とした。文人などにも流行し、儒者である関与も異様を服用しなくなったという。 結局は成果を上げられない金丹は、内丹の交流もあって、東大を最後に廃れ始めた。不派同教神への祈願や鬼の排除、治病息災は、同教創立以来の重要な仕事であり、東大の不派の同志は、様々な時法事を行った。その儀式には厳格な決まりがあり、多くに人々の前で、音楽舞踊とお香り、灯明などが用いられながら、 宗教的な儀礼が行われた。また、法、警戒伝授の儀礼も厳格に定められるようになり、一般の人が同志になるためには試験に合格する必要があった。職業同士は調税を免除されるが、そのためには以下の手順を経る必要があった。司教国家が行う試験に合格すること。温度肯定自らの許可を受けること。 新能国家にお金を払い、出家証明書を買うこと。この制度の推進によって、同教と国家権力の関係は、さらに密接なものになり、不正の温床になることもあった。宋の時代は、中国の大きな転換期であった。五代十国時代の混乱で、貴族階級は衰え地主層が台頭。商業や生産技術が活発になり、印刷技術の普及は、 知識や文化を裕福な庶民層に広げた。そのような中、道教も民間から様々なものが持ち込まれた。東代までの専人は列宣伝や新宣伝などで語られる存在だったが、宋代には民間信仰の対象が専人に列された。その代表が旅道品で、彼は当後期から五代の頃に弱者や善良なものを助け、道教の布教を行ったとされる。 彼を中心に様々な人物が八千と呼ばれて敬われた。他にも玉皇は新武神、三国史の英傑、官なども民間信仰に発し、後に王朝が権威を与えた千人である。北曹の皇帝も道教を崇拝しており、特に新州と宗は道教を占領した。新州は新人の転承を受け取った年、年号を 大中幸夫と改めたほか道教の祭祀や法要を開き、全国各地に天行館を建てた。これは、自らの神聖さを示すことで、領の支配者に対して、脅威を与えることと、人民を鎮圧する目的があった。基礎も、同じく観官,官や同志と結託して、天神降臨を画策し、天章を受け取ったと懸念した。こうして、全国各地に同館が林立し、 上級同士の身分的地位も高くなり、道教経典も大量に出版された。道教の一側面である、間違い術にも、雷法という新しい概念が持ち込まれた。雷を、天の意志を代行する来帝による悪しきものを罰する、正義の力と考え、内端で練った神器を外に向ければ強烈な力を、刺激できると考えられた。また、南宋初期から、 大乗官王編という前書が流行し、道教の日常倫理を世に広げた。内丹の流行壮大になると、金丹が衰え内丹が盛んなった。内丹とは瞑想などを通じて、体内の気を練って、体の中に金丹を生み、不老長寿に至る方法論である。過去の金丹が莫大な出費を要する上に失敗に終わったのに対し、 自己の体のみを用いる内丹は誰でも取り組めるため、多くの本が出版されて手軽なものとして広がった。内丹も当初は二系統があり、一つは、不器の修練を重視し肉体的な不老不死を目指す、命衆。もう一つは、神聖の修練に重きを置く、聖衆であり、こちらは、禅の思想に近い。やがて聖衆が優勢になり、同教は内面化。 精神化の傾向を強めていく。雲蛛九七九時熱心な道教信奉者であった新州の命で長君坊が中心となって銅像の編纂が行われ、1 0 1 9年に大層天宮宝像4565巻が完成した。長君坊がこれのダイジェスト版として作成したのが雲九七九時で、ここには道教の教理、歴史、副義。 内観、外観といった道術、新鮮の伝記、歯科が体系的に整理されている。大層天宮法像は散逸したが、雲979時は現代に伝えられ、北宋以前の道教を知る上で重要な書となっている。なお、大層天宮法像には、不合家の林予長が賄賂を送った頃によって、民島二教といったマニ教の経典が収められている。これには、 もともとマニ教が道教との融合を図り、マニ教典に道教的な色彩を加えていたという背景があった。これ以後この傾向は加速し、12世紀前半には中国のマニジはほとんど道館に変貌していた。今日、三山中国の道館総大の江南地方では、同市に四角とくらいを授ける拠点を基礎に道教の宗派が形成され、今日宮間と呼ばれる三つの宗派が生まれた。 竜子山が山各山巾の領地となった北方は不安定な政治状態に陥った。女神族の王朝は宗教統制になれなかったこともあり、信仰の教派が人心を集めた。この時期に新しく生まれた道教は新道教と総称され、従来の道教の呪術的教法と社会的堕落を批判し、厳しい倫理実践や形成催眠を解くものが多い。 特に大きな組織となったのが以下の三つである、大地教、新大道教全身教全身教の本山の白雲館。七間の一人である岡書記が全身教の指導者となり、大きく勢力を伸長すると、金、南宗、猛古族の三者は共に岡書記を求めた。岡書記は状況を判断して、陳義館と会見し、全国の道教の管理や、 同志の不税免除という特権を受け、全身教はさらに勢力を伸ばした。全身教の指導者は、元の王朝から手の平教という地位を与えられ、王朝用の弟子によって分化した、全身教の各流派の核となった。元が中国を統一した後、北方の全身教が、江南地域にも伝わった。剣奏の時、老子か古行の心理問題をめぐって、全身教は、 仏教との間に論争を巻き起こし、その結果、老子を除く銅像の半本がすべて焼かれるという事件が発生した。ただ、全身教は途絶えることはなく、元松まで発展を遂げた。また、現代には、清明道が起こった。これは、元も南宋建国の頃に、周末ことが霊法派の教えを利用して作った、宗派で、闘神の巨孫に対する信仰に延言する。 後、元の龍玉がこれを発展させて、清史命中行動を作り、儒教倫理である、忠敬を中心に据えるなど、儒教に接近しながら三教規律を説いた。その教説は、忠敬の厳しい内面的倫理の上に、老僧的なご徳や、仏教的な救済、道教的な、商船の諸説を融合しており、すこぶる体系的である。ほか、最古の高価格とされる。 ふとしびせんくん高価格は、清志明道によって制作されたとされる。現代末期には、江南を中心とする小一教と、北方を中心とする全身教が二大宗派となっていた。二大教派の確立秋代初期には、主権省は当初は、仏教、道教を規制する政策をとり、僧侶、道士は、集中的に管理されて、大衆と共に生活することを禁じられた。これは、 農民放棄を防ぐための措置であったとされる。しかし主言省は、聖一道の時行事が自身を深刻化し、封建統治を強固にうると気がつき、竜さ山の天使に全国の道教を管理させたほか、自ら時の儀礼を制定して全国に交付し、実行させた。その後の秋代の皇帝も、同様に道教を重視し、例えば、主体は自らを、 マブシンの生まれ変わりであると称し、武藤さんの道館を修復した。秋を通して道教が国家の制度に組み込まれ、正一教と全神教が正当な道教の宗派と定められた。特に北方を全神教、南方を正一教が教区として担当した。どちらも道館を拠点に同志が宗教活動を行う点で共通するが、 出帰した同志に戒律を伝授し資格を認める厳しさを持つ全身に対し、小一和夫を与える制度で地位を与えられた同志には、再大も許された。ただし、全身教はやや衰退し、全身教の同志でも、小一教の教法にも通じていなければ、官を授けられないという状況もあった。その後も、小さな派閥が生まれては消えたが、 正一と全身を二大本流とする道教の構造は今に引き継がれている。他、民発には、長三宝によって、武藤道が盛んになった。その信仰の中心は、北極、北斗星を深刻化した玄武神である。長三宝は、武藤山から発祥した道教憲法の祖ともされる。政党銅像北創以来、銅像の編さは、 継続的に行われており、金、元の頃にも作られ、民に入って1445年には、正統銅像が完成した。さらに、1607年に、これを増補して、万歴族銅像が完成した。この二つが完全な形で現代に伝わっている、最古の銅像であり、道教の基本文献として、重要なものである。満州族が統治した信代においては、 道教を熱を上げて信じる皇帝はおらず、政治的に利用することも少なかった。公式に同師に時報事を行わせた事例も非常に少なく、さらに不死や同師が女祭祈願をするのを固く禁止したことから、小一教の活躍の場は狭まった。民進時代を通して中国には様々な民間の秘密宗教が生まれたが、これと道教は密接に関係していたとされている。 秋代の中頃から末期に存在したものに、羅祖教、光天教、三十一教、暮れな教、根源教などがあり、新代に存在したものに、八家教、昇蓮教、金丹教、木掛家教などがある。特に内丹の修練の理論や実践が同教と共通している。こうした民間宗教の教典は、法冠と呼ばれ、新鮮世界や内丹が語られることが多い。 また、民進時代には、民間信仰の中で人気のあった、文章帝君や祖、官邸、回顧神といった神々が、積極的に道教の中に取り入れられるようになった。この傾向は、北曹の末頃から見られ、銅像には、それぞれの神格に対する独自の道書も収められている。こうした民間信仰と道教の接触は、民進時代に加速し、それぞれ独立しながらも共存。 強調していた中国本国においては、道教は54運動や日中戦争、また中国共産党の宗教禁止政策などによって打撃を受けたが、近年徐々に復興している。現在まで途絶えることなく継承されてきた道教の宗派は台湾に拠点を移した小一教で、台北市の里都市治む宮に本部が置かれ、第64代天使の長原先まで報道が、 保たれ、継承されてきた。現代の中国においては、出家主義を取る前進教と在家主義を取る小一教が、盛んである。前者は、北京の白雲館を拠点として、主に北方で進行され、後者は、厚生昇流古山を拠点として、南方で、多くの進行を集めている。寺院は、中国本土に1500ほどあるとされ、同士は2万5000人ほどであるとされる。 両派を包括する中国道教信徒の組織に中国道教協会があり、帰還し中国道教を発刊している。中国道教協会は1957年に発足し、1967年から1979年までは文化大革命によって活動が停止されたが、1980年に活動を再開した。現在まで存在する道館には以下の例がある。 他、ラフさん、沖巨館、青城山城道館、周至る老館来などがある。ありがとうございます。